前回のあらすじ、釣った魚の大きさだけでビンゴをする釣りビンゴという企画は、気づけば25日目を迎える奇跡と地獄の4日間を乗り越え、ついにやってきた生き餌チャレンジでは期待を大幅に下回りすぎる天候により、一匹の魚のあたりすらも取れないカスみたいな1日になってしまった。そして26日、前回の釣りビンゴシーズン1を終えたのはこの26日であり、さすがに我々も焦り始めたタイミングでついに奇跡が起こる。なんと開始早々42センチのブラックバスを釣り、なんとそれがビンゴフィッシュだったのだ。そこから怒涛の2連チャンで魚をかけ、45センチオーバーのブラックバスを2本釣る。そのうちの1匹が48センチのビンゴフィッシュだったのだ。その後も雨に苛まれながらも、さらにデカバスを2本追加で釣ることに成功し、2月の冬どころか春も越えて夏の訪れを錯覚する合計5本のリミットメイクを達成。さあこの勢いでビンゴしてくれと言いたいところなのだが、どうも、ちょっと今ね、別撮りね、今回の動画のちょっとだいぶ後でちょっと撮ってるんですけど、うん、前の動画42センチちゃうらしいな。お、くた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 、よっしゃよっしゃ、ポリーサイズでん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 、42? 42? あらら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 、ちょっと待ってくれよ。さあお前らさお前らって言うな。あれ42やったやろ。確実に俺らのミスやった。確実にもうテンションぶち上がってたせいで、確実に43触れてたもん。ただ俺らな、アホじゃない。俺らは42センチ落ちてんやけど43センチやって疑われてんのよ。で俺らちゃんと2回チェックしたな。そうやね、2回チェックいけてた。3 2 1、正式にな。正式に、はい。くっついた？はい。でん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 。お、42? あらららららら、42。ちゃんと43が触れてる。何やったんかい。じゃあなしや。じゃあかんわ。ってことで、もう戻らざるを得ません。はい、そうです、僕らの。前代未聞、戻ります。40になかったこと。43やって、まあ変わらずね、まあ、ここ狙い続けれるし、まあ、ここのラインもあるし、全然俺らやったら釣れるから、あ、切り替えていこう。はい、おはようございます、ショークロです。デイ27となりました。ちょっとね、珍しいところから今オープニングを撮ってるんですけれども、前回の26、ちょっと奇跡を起こして、こことここかな、埋まったん。そう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 、まあ結構ね、なんかゆとりが出てきた。はいはいはい、出てきてはないかな。まあとにかく魚を釣らんとこのビンゴは進まへんから、今日もいろんな魚を釣りに行こうというところで、今回は高速道路の上で撮ってます。ほうっていうことで、今日する企画は高速道路から見える池に魚いるのか第2弾しまーす。久しぶりの。お久しぶりです。お久しぶりです。みんな第1弾覚えてるかな。本気での池を探しに行こう。いい池、最後一番釣れると思ったところ。バス取った、バス取った、まさかの。絶対もう移動しようかも出ないもんな。ゴッド。来てる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 。どうだ。で、バラスだ。マジバラスだ。マジバラスだ。うわあ。高速道路から見える池釣れる。第1回奇跡起こしたし、まあこの企画何がいいかって、新しい池やから、そこにもしかしたらめちゃくちゃでかいのがおるかもしれんし、いいチャレンジになるのよ。なんか奇跡起こるんじゃないかな、この流れでいくと、ということで、でやります。よし、ちょっといろいろあって家まで帰るのに5時間かかるんですよね、高速道路で。だからもうその帰り道にその企画やって、果たして釣れるのかやっていきましょうか。お願いします。ということで挨拶こっちにもお願いします。どうも、カメラマンの岸。さあこの今ちょっとパーキングにいるんですけど、ここから始めていきましょうか。じゃあちょっと運転お願いしますよ。僕があの池探す担当なんで、お願いしまーす。この企画久しぶりやな、やんの。さあまずはめちゃくちゃ山やね。もうどこにでもあるかもしれんからな。現在の時刻はもう10時15分なんやな。ほんま効率的に探さんと。でも片道5時間あれば、まあまあまあ池は絶対あるわ。あのところももうこんなところに池あったらもう卑怯やからな、間違いなく。30分ドライブしてます。なんもないですね。わかるかな、この退屈さ。全てブロックされてる。全てがブロックされてるね、本当に。こう
こうあるんかここ。おおいおい。くそ。こわ。息が確認できんこれ。あ無理。はい。中国の福建省ですね。え俺ありそうやな。誰？カスフェンス。なんかありそうやぞ。ここら辺。ありそうありそうありそう。カスフェンス。あらら。ここあった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 見えた。ピミミ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 ミ。一箇所目や一箇所目。一箇所目一箇所目。ここから450m だけど11分進みます。さあ次のとりあえず高速降りてください。あ、オッケーオッケー。いいねついに1個目発見したな。よし。お、でも出口がここから 2.3 キロ先やから救われたな。行くぜ。さあさあ。わあ。まあまあしゃあないな、ちょっと進んでたからな。さあ一発目から当たってほしいところやな。まあまあまず釣り銀じゃないだよな。ほんまや、坂えぐいな。あれあれこれを登るとはなんか考えられへん高さ。壁よ壁よな。一回ゆっくり行こう、一回ゆっくり行こう。マジガッてなんないお前。いや今のとこ行けてる。あ、行った行ったな。おおすごい高さ。スリップすなよ。おお怖っ怖っ。おお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 い釣りビンゴはさもうさあかんって言うてるやん。事件これ以上起こしたらさ絶対ハマったやん。運転下手くそすぎんねんて。ちょっと行け行け。もう嫌やお前さほんまに。がっつりがっつりお前さマジでさ殺していいかお前を。ありえんほんまに。考えられるからこれこれ考えられるからみんな浮いてるよなあそこな。よし、ふんじゃハンドルをこう回しながらバックして。オッケーオッケー。そのままそのままそのまま回し、もっと回し、もっとハンドル回して、そう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 。ほんまにさお前一回一回ここバックや、ここ入る、ここもうさこれが岸川わかるから、みんな一緒におる大変さが。人間かお前は。これ人間か。いやーやってしまいましたね。こいつがすごいのはもうあの親しき中にも礼儀ありっていう言葉がないぐらい謝りもせえの。まず一言もこいつ謝ったことない。やらかい。いや、あ、いやごめんなさい、すいません。はい、一箇所目行くぜ。もうぶち殺していいかあいつ。もう彼に運転は任せれません。申し訳ない。よし、もうそろそろ一箇所目やな。どんなテンションで俺って。うわすごいぞお前、これカメラ収めれててんで、ね、今のあ、これ全カットじゃない。俺もう恥ずかしいから全カットじゃない。あ、これいけ、これ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 俺が見たやつ。あ、これか。一箇所目。さあ、ということでこの池どうでしょうか。雰囲気はめっちゃいいな。いやー、おりそうな気するな。釣り道が足りないか。ということで前回死ぬほど釣ったこの AK チャンクで AK ジグリッカーなんか釣れそうな気するな。ありがとうございます。お前よかったな。お前昭和とか明治とかに生まれてたらもう打ち首やった。まあ切り替えていきましょうか。あー、まあまあ魚は釣れそうではある。だいたい池の角とか、まあ今日は冷えてるからあんま浮いてないっていうのは分かるんやけど、一匹ぐらいはまだ見えててもいいはずなのったら、あとなんか釣り糸とかさ、そういうのが気に引っかかってたりとか、なんか目印的なんて意外とあるもんなんやけど、ここは微妙か。ほら2個目行こう。早かった。うん、無理な時は無理や。レッツゴー。高速道路イーン。この壁嫌やな。見えへんな。これ池、池あっても見えるんやな。さあ開けたかないね。意外とな、ふと見た時に釣れそうやなんて思い気あるけどさ、完全に探すってなったら池ってあんまないよ。おーろろろろ、え、行き当たった行き当たった行き当たった、おーろろろろ、え、行き当たった行き当
った逃げた当たった当たった出口近いぞこれ当たった当たったこっから10分 6.1キロ OK 出口出口出口1180円です高いなこの短距離でラーメン食えるうまいで2カ所目2カ所目です先生やここ雰囲気めちゃくちゃいいですここは雰囲気降りそうな気するわっていうことでそこに何もゴミなさそうなんでめっちゃ釣れるレベルバイブブーストおはようございまーすわ鳥もめっちゃおるしなんかいいやろないや見えます降りそうな気するけど寒すぎるか今日はこれは違うかえもうえこんなもんまだ生えてんの春から咲くやつじゃんこれブラックバスが好きな前で神奈川前だけな味とかあんのかなサク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 やただいま AK チャンクよし歩くねあ寒すぎる移動ややばすぎる寒すぎて負けこれでも夏場とかやったらこういうとこ降りそうやんここ絶対降りそうやんあれ釣り所じゃんおお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 釣り所やんおお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 い絶対降るわちょっと着替えますあ、せやな、着替えます一旦着替えよフル装備になりましたあったかくなったあったけー釣れるな、これは釣りとかだったらなんで釣れるって確信するかっていうと、うん、まあ、これ、まあ、良くない話なんやけど、まあ、やっぱりあの釣り人が来てて真剣に狙ってるってことなんよおそらくこう浅いやうん、うん、夏場見えるんよほうほうほうだからもうブラックバスを釣りたい釣りたいって思いが強すぎたがゆえに木に引っ掛けてしまっているはいはいはいそうだからほんま拾わなあかんねほんま拾いたいけどちょっと俺も今溺れちゃうからまあそこにあるってことはおそらく釣り人が真剣に狙った証拠つまりここにブラックバスがおったんじゃないかという推理、うん、まあ皆さんゴミは極力拾いましょう、うん、最初に開けたらこれで探る周りをもうこの池の深いところ探すなんてもう初見じゃ不可能に近いが、まあ、運が良ければ釣れるんじゃないかな。おるやろうけど釣れへん無理やサードステージさっきのマジ希望あったなあの池希望あったなあそこも登録したあマジでグまだ行こういやあかん全然なさそうや全然なさそうやなダメだこれ壁しかないなこれはあかんぞこういうあれこれいけちゃうあいけ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 あった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 これやこれやあったぞ出口すぐそこやあ、かみ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 ないって言うたら矢先にやさかいに最高やな何かし OK5 分5分5分5分出口近いの神今のもなさっきの池ぐらいでかかったかマジうんそんな大きかった大きかったここもおりそうやな3カ所目ですここもおりそうやなしかもなんか多分減衰してるなこの色の変わり目見るにチャンスなんじゃないかこれ3カ所目1発目エントリーナンバー3クランクベイトでいきまーすこれで小魚が逃げまとってるの演出したら間違って追いかけてきてくれませんか釣れそうな雰囲気やけどヒントが少ないなせやな新規開拓とまあ常疑心暗鬼なるよなる判断力大事やからなやめる時のでも人工的なゴミ一個も落ちてないわ一個も落ちてないなよっおらんここはおらんねうん四つ目行こうさあ高速道路にまだ戻ってきましたさあちょっと何回行きやったんやけどスルーしてもうたな実はね、うん、カメラ回してなかったからただちょっと住宅街付近やからワンチャン釣り切れる可能性もあるなここら辺はおどうやどうやどうやおー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 これ2個ある2個ある奥にもある奥にもある奥奥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 ああ出た出た出たあ奥の方奥の奥の奥の方難しかった映すのあそこは釣れそうよめちゃくちゃナビ開始え27分かかんねんけど27分こっから道路を U ターンするわえどういうこと高速道路降りるやんもう高速道路乗るああええさあ一旦まず出ます勘弁してくれよお前U ターン。リエントリーします。
あれなんか書いてないか。なんかあそこ看板あるよな。看板あるな。うわー、全然今のピント綺麗にあって立ち入り禁止に見えた。ちょっと待って。いや、もう一回行け。ちゃんと近く行ってみましょう。もう高速道路ここなんよ。もう一回映して。ごめん、見てな。立ち入り禁止が出るこれ。立ち入り禁止ってことでですね。やっちゃったー。え、30分かけてこれやった。つらすぎる。マジか。もう4時半よ。もうラスト行けるところ1箇所やな。石川運転戻りました。お疲れ様です。あ、すいません、ちょっと両手で。あの運転の自信っていうのはやっぱり運転でしか取り戻されんからね。即日直していただきましょう。左足だけどうぞ。あー、ないか。あー、これ今上行ったら行けやったかもな。でも見えへんわ。おおおお、あれは、あ、行け、あった、行け、あった、行け、あった、行け、発見、発見、行くぞ。あれ、あれ、あれ、行くぞ。18分です。釣り禁止っぽくもない。釣り禁止っぽいね。これっぽい、やばい、え、あ、え、ちょ、やばい、あ、やばい、あ、あ、あ、釣り禁止ですよね。あー、28トンありました。高速道路釣れなくてすいません。あれは無理。で、今日は新企画、ノーマップフィッシングします。ノーマップフィッシングとは、大体最近の釣り人ってさ、もう携帯の Google マップに池とか調べるんよ。あ、そうやな、うん、それで釣れてる池釣れてない池とか勝手に判断するやん。それって果たして正しいのかと。狙っていくことだけが全てじゃないぞとは思ってんのよ。ほうほうほう。だ、本日は私たちはもう携帯も車のナビも一切使わずに、自分たちがもうとにかく適当に運転して、うん、そして見つけた池で釣りしたら釣れるのかというね、初企画。ということで、今からもうほんまにこんなところでオープニング撮ったことないやん。ほんまにな。橋の下ですか。適当に撮ったんやけど。だから今からここからもう何度か池探して一本釣ろう。多分おそらく今日は池行く。55センチ以上は多分池にはいないと思う。せやな。今日は30センチで。せやな。狙っていきまーす。よし。レッツゴー。よし。さあ、出発しましょうか。これマジで知らんところ。さあ、俺な、今回ね、やっぱり、はい、いろんなところ俺も行ったことあるから、大体池のある場所の相場わかるんよ。言います。はい。山の方です。あ、なるほど。はい。山に行ったら池があると。山の方の細道の山奥は絶対にあります。あー、なるほどな。だ、今も結構目の前に山あるから。あるね、や、目の前。ま、とりあえず一旦あの山向かう。そうやな、一旦な。さあ、あれ、あ、あれ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 、ちょっとすいません、バックトゥーザフューチャー。もう早いぞ、ちょっと待て。今一瞬見えた。一瞬見えたな。ガチ？え？こんな住宅街に？これ行けちゃう？ちょっと濁りすぎか。釣り糸ある。あれ釣り糸じゃないんかな。せやな、シーガーのプロロ6ポンドやな。なんでわかんねえよ。まあ一回やってみっか。せやな、あ、ここでせっかく一箇所目やし、全部やろうか今日は。今日は全部やろう。前撮ったスピナービート、まあ濁ってるところはこういうの投げとけば釣れます。おはよう。おはようございます。ブラックバスがおるなら、これ春のちょっと活性が上がってきたこの時期、まずスピナービート沈めて、あの魚が陸上に逃げるかのような巻き方、これがちょっとね、すごい釣れる肝になるんじゃないかなって。もう釣ってるからね、前回。すごいな、もう前釣ったから、もう解説バチバチ入れてくれや。俺を信じろ。マジ、俺についてこい。ちょっとガメついアラジンやん。新規解約ってさ、みんなしてるんかな。なんか俺聞きたいわ。そのなんかお前としか撮影行ってないからさ、お前めっちゃ行くやん。俺行くね。みんなしてんのかな。みんなしてる。ちょ、分からへんよ、お前。はい。じゃ、お前、みんな知らん。いや、中学生とかは、ちょっとさすがに難しいかもしれんで。まあ、チャリンコやしな。うん、親に連れて行ってもらったりとかあるかもしれんけど、大人はしてるっしょ。まだ、ちょっとこれ言うたら、問題なのかもしれんけど、うまい人はやってるわ。あ、ケイタさん、いまだに新規開拓すんねんで。淀川、相当熱くなってるらしいで、今。DM で。え、お前、来た。何お前にだけ超過剰ほどろく。釣り人、俺やのに。ちょっと淀川来てるかもしれん、ショクロ。明日行く？あ、俺はお前を信じられん。その事実を伝えただけであって。まあちょっとね、はあ、やっぱ無理やわ。無理やな、やっぱ無理やな。よかったよかった。何だよ、無理やだ。ちょっと夜空行くか。じゃあ、うん、暑いらしいで。
まあ1箇所目は案の定反応なかったな。まあ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 1箇所目やし、ここやばいよ、もうちゃんと山曲がるか、感じる池がありそうな雰囲気ある？感じますね。マジで、うわ、まだあんのこれ。もうナビ俺ら見られへんから、これどこ行くか分かれへんなあ。ないとこほんまないしな。ほんまにないな、わかるわそれは。あの段差怪しいな。あの上とか怪しいな。これやな。うん、もう怪しいと思ったとこ行きまくるしかないもんな。いや、ほんまにそれしかない。うわ、ほっせーほっせー、マジか、これ行くんか。でも奥ありそうやな。これ U ターン言えぞあら、もうほんまやったらもうここでマップ見てもん。ほんで池がなかったら U ターンしてるし。あれ嘘だろ、なんかだろう。これフェンスですよね。うわさあ、もう11時にもなってまだ池を1個しか行ってないと。こんなにも調べへんかったら難しいやって今痛感してますこれ何の時間俺とお前のな、何の時間これ。目的地がないからねもう行けないよこんな都心部にまで来てもうたら無理やて、もう引き返しても行けないし、もうさ王将吉野家丸亀ある完全だと買い切り替えてよ、どうかこれ。まあせやな、もう帰ろう家に僕ら楽しくなくなったらやめるっていうのをモットーにやってるんで、終わりです。明日の動画はどうも伝説の川淀川に来ました。デイ29のスタートでーす。はい、まあ、なんで来たか言おうか。あ、なんでなんですか。現状ビンゴこちらなんですけれども、はい、37、34で、まあ、野池でも狙えるけど、うん、50後半でなると、もう淀川と琵琶湖行き払うのしかないよ。その3つしかないんか。うん、まずはここの地元、淀川で、50、ここ、ここの後半ライン。ほうほう。ここ狙っていこうかな。で、今日はもうガチ。ちょっともう淀川民やったらね、お前やるやんって思ってくれると思うけど、のたのたに山千子や、ちょっと狙っていきます今日はということで、いきます、のたのたで。のたのた、いいぞ。おはようございます。この超ゆっくり巻き、今日は耐えるよ俺。もはや動いてなくない？動いてないように見えるやろ。水中ではもう盆踊り。マジどんな感じなん水中で。え、水中でどんな感じなん。朝一から頼むわ。今も表面な。うん、こんな感じ。そんな感じ、そんな感じ。見てやろ。うん、なるほど、助けてくれ。そんな感じなんか。死ぬ、それは釣れるな。お前マジでそんなところ、こんなところで釣れるのが、その釣れるんやったらさ、難しいか。ほんまなあ、ふうわ、何も喋られん。やめよ、諦めよ、喋んのよし、3時正直なこと言っていい？はい。天気良すぎて寝た。めちゃくちゃ俺だ、寝てもうた。すごい気持ちよかったわ。ほんでここ行ったことないところなんやけど、有名なとこなんかな。セコウ、めっちゃ釣れそう。釣れそう、いや釣れそう。小池のダウンショットつうやつで行きまーす。絶対ブラックバスここ入ってくるやろ。えぐいぐらい釣れそうなんやけど。絶対一匹おるやん。絶対おる。こっちサイドの反対のワンドもありなんちゃうかな。そのシャツで行く。レッツゴー。いや、淀川おもんない一日にしたないな、俺。動画的にだいぶ今、しょぼくさやろ。まあ、そやね。マジなんとかせなあかん。エースストライカー、のたのたで行くわ。これを、めちゃくちゃ際に攻める。うわ、めっちゃ波落ち着いてる。絶対チャンスだろ。レベル1000の巻き速度やったね。人生で一番ゆっくり巻いたかもしれん。えっくー
釣れへんかった。来るな、気づけば。負けです。くっそー。結構今日ガチったのに。おはようございまーす。デイ30になりました。おめでとうございます。ついに1ヶ月突破と。こんな長くなると思わんかったが、うん、琵琶湖ならもうここ全部可能である。右2列ね。右2列。75いるから。はい、この今回のビンゴマックス75やけど、うん、全然おる。ちょっと待ってください。何？今日本当は行きの日ですよ。あなたなんで？前回の動画で話したけど、行きへ5日に1回って言うてるやん。取り置きとかあんの？まあ、例えば、デイ1、2、3、4。ほんで、ここ1やん。うん。で、6、7、8、9、10であるやん。ちょっとここの5、6、7、ルアーやりたいから、うん、8を1系にするとか。ほんで、9、ルアーやって、また10、1系みたいなさ。そういうことは可能な。オッケーです。あ、オッケーなんや。まあ、5回中1回生きえやから、うん、だから今回はちょっと本来やったら生きえなんやけど、うん、先にルアー。ほうほう。ちょっと順序入れ替えて。で、今日はなんか俺ルアーで釣れる気するんよ。はあ、はあ、だから今日はルアーです。マジで釣るで俺。ごめんな、みんな。なんで謝られなあかんねん。スパテラから行こう。おはようございまーす。この釣りビンゴ、マジで琵琶湖全然釣れてないからな。え、1匹も釣れてないよ。琵琶湖リビュー釣れ。1匹も釣れないよ、お前。マジで池も含め、うん、うん、池も含め。やば。これは何とかしないとな。え、琵琶湖で1匹も釣れないやばいな。釣りてぇ。久しぶりに来たな。池以外で来るのは初めてなんじゃないか、このポイント。俺。見えた。え、見えてる見えてる。真ん中真ん中真ん中。ここにいます。完璧にいます。完璧におるな。完璧におるな。あれ、何求めてるバスやと思う。なるほど。その考えなかったわ。そうそうそう。そこを考えた。わからん。何投げるんですか？もちろんスパテラで一旦行くんやけど、針の大きさとかでバレるから。マジで？この針で行こう。この針やっぱバレずら、多少ね。あれ？道着あった。一回乗せて、これ、岸に乗ってるの分かる？スパテラが。分かる分かる。ブラックバスに認識させる。落ちちゃいました。ミミズが。どこ行った？よし、次デッドスローラ。ゆっくり引くんでしょう、正解は。ああ、どうやった、ショークロー的にこの1ヶ月は。いや、まあ結果的にちょっと前には進んでるから、はい、よかったって思うな。2月で、あ、1ヶ月経ってるけど、いや、冬ようここまで戦えてるよっていうな。ラストポイントデッドスローラーで決める。俺はよいしょー。さっきおもろいおっさんおったな。さっきな、うん、ポイント移動する直前におっちゃんおって、うん、でなんかまあまあカメラ持てね、せな、な、いいやつ、うん、で岸川が「ええカメラやな」みたいな言うてたから、うん、俺がおっちゃんに「何撮りに来たんですか？」みたいな答えたら、うん、あ、じゃあ普通になんかいろいろ散歩してていい景色やったら撮ってみたいな感じで言うてたから、うん、最後におんじゃおっちゃんが「え、君ら何釣りに来た？」みたいな、うん、いや僕らブラックバスっていう魚釣りに来てみたいな、うん、であ、そうかそうかみたいな、まあもうそろそろ別れる雰囲気やったから、うん、でおっちゃんが「あ、そうかそうか、根絶やしにしてくれ」って言われて。最後の最後に、最後大敵ラスボスやった。雨強まってきている。今回の動画のハイライト、岸川が事故しただけ。うまい。え、なになになに、え、いや、するってなっただけ。60やと思ったお前さ、最低や。いや、俺さ、すり落ちただけやん。びっくりした、マジで。はい、終わってる超過の動画出来上がり。ゼロ引き。次回予告。はい、最終回でーす。釣り堀行きました。卑怯やなお前。これはみんなだ。テンション上がるな。え、めちゃくちゃおるよ。お、これチャンスちゃうんかい。びっくりするぐらい小黒以外のみんな釣ってんだよ。終わりや。早いわ。淀川やもう。淀川にいて。釣り堀でこんな光景ある？狙ってきてるやん。オッケー、来た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 。わあ。お、やばい、めっちゃおる。チャンス。お、来た。ちゃんと合わせた。ちゃんとチャンス合わせた。来たぞ。これがストライパーか。
次回の釣りビンゴ。おう。ボートです。おお、言っちゃう。お、踊ってる踊ってる。ヤコボート。すごい踊ってる。さ、最後どうすんの？そっからの？そしてからの？ででん。そしてででん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 。はい、泣いてる。泣いてる。泣いていいですか？